ヒラ紫シ混乱して年齢忘れた私は28歳です。彼の表情はとても愛らしいです。ヒラ紫シの27歳の誕生日が訪れ、それはただの数字ではなく、愛と成長に満ちた素晴らしい瞬間でした。彼のファンは彼の笑顔と愛らしさに魅了され、彼の周りに広がるポジティブなエネルギーに感動しました。誕生日パーティーでは、ヒラ紫シはバンド仲間と共に心のこもったひとときを過ごしました。 シンプルながら笑いに満ちた小さなパーティーは、彼のファンが彼を祝福する場となりました。彼の顔には常に幸せな表情があり、彼が成長していく姿にファンは感動しています。しかし、一部の人は平野紫陽の年齢に混乱しているようです。誕生日の舞台裏での面白いエピソードがありました。神宮寺雄太が戸惑いながら、何歳ですかと尋ねると、 平野信シは二は28歳と答えましたが、岸優太とのやりとりでミスが生まれました。岸はは27歳だと即答し、平野信シも二も28歳だと言いましたが、実は27歳だったのです。この混乱に対して、なぜ平野信シは年齢を混同してしまったのか、その理由には成長への欲望が影響している可能性があります。彼は自身の成長を楽しんでおり、その中でミスを許容しています。はけないと言われ、 なぜラグを求めるのかという疑問が湧きますが、彼は成長することを好む性格のようです。ファンたちは彼のポジティブなエネルギーと笑顔に触れ、彼が持つエリクサーのような力に感謝しています。彼の現れるたびに、彼の存在は喜びと満足感をもたらします。彼の未知の側面に触れ、成長する姿に期待を寄せつつ、これからも平野仕様の魅力に魅了されることでしょう。平野仕様の笑顔は、 ファンにとってまるででエリクサーののようなものです。彼がステージに現れると、会場は驚きと感動に包まれ、ファンたちは彼のポジティブなエネルギーに触れることで、心が満たされる瞬間を共有します。彼の存在は単なるアーティストではなく、共に成長し、笑顔を分かち合える仲間としての価値をファンに教えてくれています。最後に、私たちは平野史洋がますます前進し、新たな挑戦に取り組む姿勢を応援しています。 彼の成長とともに、コミュニティ全体もより豊かで多様なものになることでしょう。笑顔あふれる彼の未来に期待し、彼の音楽とエネルギーがますます多くの人々に届くことを願っています。